はい、今回ですね、片手のチェアをちょっと形を変えた、まあ、フリーズを一つやっていきたいと思いますんで、一緒に頑張りましょう。それではやり方ですね、やっていきますね。まず片足前に出します。これ逆チェアの人の場合、右チェアの人の場合は右足を前に出してやってください。で、軸手になる手を横に置きます。この時に、まあ、そのまんま支えるいくんで、あんま遠くに置きすぎるとフリーズ行きづらくなっちゃうんで、なるべくすぐ横について、まあ、すって体が乗せられる位置に手を置くようにしてやってみてください。はい。はい。で、手を乗せる位置を確認できたら、そのまま頭もつけてみる。この形を一回ちょっと作っちゃってください。手ついた後、手ついて、支えた後、そのまま頭までつけに行く。はい。頭までつけた状態をできたら、今度そのまま足を上に振り上げて、ちょっと高いチェアを目指します。頭までつけたら、この足を、まあ、手つきながらでいいんで、上に振る感じ。頭ついて手ついたら足を上に振っちゃってください。はい。こんな感じですね。まあ、流れとしてはキャッチする手を床について頭つけに行く流れで、足も一緒に上に上がってくる。まあ、頭つきながら、まあ、チェアしながら側転するようなイメージにちょっと近いですね。そのまま横に行くイメージです。はい、はい、それでは次の段階、足が上に上がってきたら、今度はその足をかけてあげる、まあ、組んであげるようなイメージで、今回は右足を左足にかける。はい、という感じですね。足を振って上に足が上がってきた時に、まあ、一番いい状態で言ったら、まあ、斜めよりは結構縦に近い状態まで足が振り上がってきた時に足をかけて、まあ、フリーズなんでしっかり止めてあげる。足を振ってきて止めてあげる。はい、まあ、かけた方がいいんで、なるべく足はかけて止まる。とりあえずそれで最初やってみてください。はい、はい、それでは最後、その流れで今度は足がかかる時に、今軸手ともう一歩支えてる手があるんですけど、その手を今度は腰に持っていく。足をかけると同じようなタイミングで余ってる手ね、軸手じゃない方の手を腰に持ってくる。はい、はい、という感じですね。で、目線は足元、要は天井の方を見るような形でフリーズしてあげると比較的バランス取りやすいんで、目線はフリーズする瞬間、要は足をかけるとき、手を腰にやるタイミングで足元、要は天井の方を向って、目線もちょっと意識してやるとバランス取りやすいんで、ぜひそれでやってみてください。はい。